皆さんこんにちは。動画見に来てくれてありがとうございます。今回も青にオンライン、青の神殿やっていきたいと思います。さあ、例えば1111万ダウンロード突破フェスということで、青の神殿新しいニューフェイスステージやっていますね。11回果たしてどんな感じになるのか、15回まであってね。なんか顔は反対になってる青鬼がいるんですけど。さあ来たぞ、ランタンを逃がし出現。石像をうまく使用して扉から脱出しよう。ただ一体どんなステージか。銅像ステージ、時間かけてくけかな。一体どんなステージだ。さあ矢印があって、ほう、こういってこっち行くと銅像が、で下にあれがあるね、連打スイッチがあって、ここはいけない。こっち行くとまあこう行くっていうことね。なるほどね。と、まあ、ということは、なんか、銅像をあそこにやってってって感じかな。よし。じゃ、とりあえず、ここ一回やって、で、銅像は真ん中から。で、こう行くと、こう行ってって、で、ああ、ちょ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 、間違えた。こっち行ってって、あ、だだ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 、なんで間違えね。ちょ、こっちこっちこっち、真ん中から行って。まあ、でも、銅像これ、一マス動かさないといけない。で、どんな感じなんだ？これこういって一周で青に出てきた。OK。最後の方だけど、ここで一体どうするんだ？こっち行ってて、ま、とりあえず銅像を集めるって感じかな？こう渡していって、で、どうなんだろう。とりあえず、はい。これで二つ。ただ、あそこのね、中央のスイッチ踏まない限りは青に出てこないと思うから、これでこう。こっちはどう？ちょっと未だにどういう謎解きかわかんねえな。どんな感じだ？こうやって。で、これ真ん中。はい。いいよ。押す。そして、下。で、こっち、とりあえずスイッチは全部やっちゃいましょうか。で、ここ。はい。で、こう。はい。中央部はやっぱ銅像を使わないといけないから、どっかしらで引っかかりをつけないといけないんだけど、どうすればいいんだ、これ。右上の銅像をこっちに置いて、下の方の銅像をやって、下の方行けば、右下に置ければいいかな？なんかそんな感じがする？どうだろうか。とりあえずここを、やばい。いや、いけるか？いけるか？まだ大丈夫か？いけるか？いやー、この系はね、マジでね、本当に一箇所でもルート違ったら本当にゲームオーバーになるから、オッケーオッケー、大丈夫、リカバリーできて、こう行って、こっちを送り出す。これでいいのかな。そうだよね。そうなっちゃうよね。で、これは、ここの銅像を押し出して、いや、そうだよね。まあ、そうなるよね。で、ここを押せ、そう動くの？マジで？で、ここも、もう進めない。で、ここもこうやって、まあ、こうじゃないと出れない。ここを押し出したとてなんだよな。そうだよね。こうなっちゃうよね。こうなっちゃうよね。どういう感じでいけばいいのかな？いや、わかんないぞ。わかんないな。どうすればいいんだ？どうすればいいんだ？本当に。やられたー！さよならー！タイムアップ。さあ、タイムアップしてって。ちょっといつの間にか、4分間もやってるんだね。どんな感じなんだ？こう行ってっ
て、ん？あれ？わかんないぞ。全然わかんないぞ。やっぱこんなの初めてだな。青鬼で謎解きがわからない。さて、だいたい多少の引っかかりみたいなのはいつもだったらわかるはずなんだけど、今回に限っては全くわからないぞ。どうしようか。どうしようか。こう行く。こう行く。こう。ここ行く？どうすればいいんだ？ん？いや、ん？あれ？こういう方向に行ってるから、ここ置く？とりあえず銅像を置いてみる？いやー、ん？ここで銅像を2つにやるって、でもあそこが左側が動かせなくなっちゃうから、1個中に入れるのか。でもこそうだよね、こっからだとこうやって動かないよね。まあ一応なんかリカバリーみたいなのができたけど、どうしようか。これでこういってみる。動かして送り込んで、これこっち、いやー違うよね。やべ、完全に分かんなくなったな。どうすんだこれ。ちょっと待ってね。こっちこう行くでしょ。こう行くでしょ。こういった。で、下に出てきちゃう。でも、ここに下があるからいけない。ん？こう行って、銅像やって、こう行って、こう行って、こう行くのはそうだよね、できないもんね。で、これこっち行くし、こう行っちゃうし。いや、ここの銅像がなんか出た、で、あるはずと思うんだけど、どうなんだろうか。あ、やっべ、なんだこれ、わかんねえな、これ。なにこれ。まあ、とりあえずやられてる。おい、来た。さてね、もう本当にね、これ今回ちょっとわからなかったので、なんか一回、もう本当に全然わからなかったので、答え合わせしてきちゃいました。それで行くと、こっち行って、でまずここの銅像を置いて、ここに通せん棒する。これね、でもね、マジで難しかったね。攻略動画やっぱりね、もうリリースされた1日目で出してる人いてさ、もうちょっとね、どうしても、おお、何それ今の何それ。さ、本当にね、今回ばっかりはね、ちょっとどうしてもわかん、さよなら。よいしょ。さあ来たぜ。まずこっち行く。で、最初ここの銅像をやります。本当はもうマジで。これはね、泣くで。これちっちゃい子泣くで、このステージ、本当に。大人だからね、まだなんか冷静になって進めれてたけど。これはね、ちょっと子供泣くよ。わからなさすぎて。こういう発想はなかなかないよね。なんか必ずこの矢印がある。矢印と銅像があるって言ったら、必ずそこに、一箇所に割と固執しがちだから。はい。こう。で、ここ一周、するよね。あれ、やり方忘れちゃった。どうやったっけ。こうだよね。で、ここでこうだね。オッケー。そうそう。これでさ、あはー、行かないでさよなら。さあ、もう一回。いやー、こうやってね、ワンミスすると、本当にね、複雑なのに、ワンミスゲームオーバーだから、
休む状況がね、もう少しなんかちょっとリカバリーできる余地が欲しいよね、本当にね。で、腰痛いって、ここまず止めて、そう、まず最初に1個止めてからの作業があるっていう風に思わないもんね、普通ね。で、こっち行ってって、はい、ここで1個押す。で、ここ、こう。で、こう。で、こっち。で、来たらすぐ左。で、1個押す。で、こう。はい。で、ここで横持っていきの。で、ここがね、またね、いやらしいところなんですよ。これ、こうやってって、ここであそこの銅像を持ってかなきゃいけないんだけど、この銅像に触れないっていう。この新しい銅像に触れないっていう、この、あ、間違えたかな。そう、こっちはね、真ん中だね。そうだね、こっちはね。この、こうやって移動していくときに、この、今ある、この通りかかった銅像に触れないっていう、このトラップ。これが結構ね、えぐいよね。これはちょっとかわいそう。これでこうやってって、OK。で、これで、こっから初めて銅像を使う。いや、これ考えた人すごいけど、これだけ難しいとね、ちょっとクリアできないよね。まあ今の世の中さ、やっぱり攻略してくれる人たちがいてさ、それを動画にアップしてくれてるからわかるけど、本当に俺ね、多分ね、これ動画アップしてくれなかったら多分わかんなかったと思う。多分これ俺。とりあえずこっち行って、OK、オープン。それで向こう行って、はい。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 OK。で、これで4つこうやって揃ったら、で、1個押し出す。で、これも1個押し出して、こう。で、ここも押し出す。いいんだよね。いいよね。いいよね。そうだよね。で、これで行って、ここをやって、ここ1個。で、これで開いたから、青に来る。ランタン鬼。さあ、ついに登場。ランタン鬼。ただし、お前はもう出番はないぞ。さよならだばー。クリア。よっしゃー。いや、むず。なにこれ。本当にマジで難かった。マジで青鬼1難しかったね、夏時で。オッケー、こんな感じでね、この史上最強にね、難しかった、このステージ。これ11回だったら12回どうなるのかな？ちょっと先が思いやられるけども、こんな感じでね、どんどんやっていきたいと思いますので、ぜひぜひまた次回も見に来てください。みんな解けたかな？俺が解ける前に。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイー。